勝。素晴らしく、胸躍る事態だ。川を開拓するぞ。ガンガが咲いているゴーストリーディを見つけた。全員が向かってる。行こう。行くぞ。って。ちょっと省略しすぎだな。カーンがないところじゃないぞ。やあ先生。とってもスリリングね。授業で話すのが楽しみ。ゴーストリリーを子供たちに持ち帰りたいけど、あの子たちってすごく騒がしいのよね。そろそろそろ。どうしたそのポーズ何？静かにしてみましょう。これ最高じゃないか？隠れた方がいい。お。この植物はとても恥ずかしがり屋だと聞いたことがある。静かにするんだ、みんな。シャイハーブ。アソラ。おい、川の源を見つけたぞ。今は隠れよう。俺どこ行こう？みんな、隠れるところはあるか？こっちにスペースがあるよ。じゃあそこに混ざります。入れて。この川の流れの表現、シンプルだけど、面白いね。矢印のごとく。お、咲いた。クパー。あー、羊のアホー。逃げてっちゃった。リリーが。ブラッドリー、なんてことをやってくれたんだ。めぇ。なんてこった。ゴーストリリー。あのシラミだらけの羊が怖がらせてしまった。シラミライス、お米もライス。僕がゴーストリリーならどこに行くだろう。謎は深まるばかりね。あれ綴りだっけ発音だっけ、どっちかが、うんね、あるからうっかり間違えるとね。エレクトも L と R で大変なことになっちゃうからね。意味合いが引っかかっているようだ。解決しようとする。いける？よいしょ。ああ、流される。ああ、まだそっちマップがないのに。園芸家、実績録解除。突如、川下り。これもしかして右に矢印あったけど、矢印キーを押すべきだったのかな？それで、いくつかスチールあるとか？大丈夫かな？ん？お、なんだ？なんか呼ばれてる音のような。あらー、がっつり変わっちゃったね。そして呼ぶ声がある。ぽよん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 。フクロウ？ほっほう。丸を書いて。発狂に残った。ほう。何をしたらいいんだ。あ、なるほど。丸を作れってことか。ほっほう。丸を作れ。その導きができるってことは、あの袋は何の事情通だ？この世界に生きるものとはまた別の上位存在だったりするのかね。あ、俺が内側にいられるマップで、内側にいる状態でやればいいんだね。急に人が現れたって思うんだろうな。おおおお、袋人間。チャープはどうやってここに来たんだ。変な場所だ。君もメッセンジャーかい。ヒゲはどこ。ん、ああ、まあいいか。チャープが見つけたこのおかしな葉っぱをご覧、どう思う。この森は面白いな。探索を続けよう。でも、ここ、どうやって渡るんですか？フクロウが木から君を見ているよ。へへ、忘れないで、若めの君。またその名で呼ばれた。あれ、おっちゃんどこ行ったの？普通に泳いで行った？じゃあまた組み替えますか。お、新しいマップ。人がいっぱい。キツネかわいい。ちこいの、どうやってこのワイルドウッドに来たんだ？ワイルドだろう？海を渡るくせに奥地深くを冒険する危険を犯してる。面白いね。俺はレッドウッドの森のリカド。こいつはバランの
ニエプ。俺たちメッセンジャーは導いてくれる動物を待ってるんだ。けど外から来たやつには混乱する場所だな、ここ。まあ、こうやってね、マップをぐるぐる回転させるから、だいぶ混乱はしてるよ。森が出口を教えてくれるさ。グッドラック。ワイルドウッドの昼は冷えるからな。温まるなら火によりな。温まりポイント。彼女本当に優雅だろ？メスか。耳がいいから暗闇の中でも晩飯を取ってきてくれることがあるのさ。とりあえずチーズをいただきの。これは何だい？高かい？励ましか。最高の連れ。高く飛び、強くつく。つくー。素晴らしい毛並みを持っている。とても毛高い。道、霧の中に。霧、頭の中に。霧は深い。より深くに進むだろう。目を開け。これでまた、お、新規マップ。もやってますね。さあ、この霧がかった森、かな？とりあえずこの、うん、道のやつにつながりはするんだろうけど、全く同じに見えるな、これ。まあ歩いてみたら、何かしら見つかるでしょう。もうやってるな。迷いの森。あ、そしてなんか目印というか、布切れが木に巻きつけられている。このルートが正解だよってことなのかな。さあ、もう一つの、お、ん？ハテナ？あの目印をつけていないと、ここにもあるね。これがくっつくところに、ってことかな？こうすると、あれ？さっき、ん？今度は下についてる。布切れが。おかしいのだと、こうなるけど、でもさっきつけていた、あ、人が現れた。布切れの位置が回転させても、うん、変わらないね。で、どっちになったっけまあ一応そのままつけてみるか。はてな、あ、間違えちゃったか。目印のある方に進むと、か。でもさっき、まあいいや、とりあえず。これで、よしよし。まだ左に進めばいいのかな、じゃあ。お、音がどんどん、高くなってきた。チーズの組み替えで、ただでさえ迷っちゃうのに。さらに迷う事象が。ピロリン。やったね。チーズ2つ。もう目印の布切れないね。じゃあまた。お。新しいのが2つついてる。深い森みたいのがあるね。これはなんか森マップがまた新しく出ないとつかなそうだね。クマー。両者見合って見合って。はい戦わせちゃダメだろっていう。ふふふーん。やあ、森の友よ。森友学園。私はエヴァグリーンのコールメク。この毛皮をまとったやつは私の連れだ。心配ない。彼も友人さって言いながら後ろザクザクって刺してんでしょ。ははは、心配ない。友達だよって言ってガブガブガブ。おじいさん、脳症食われてるけど大丈夫って君の動物はどこだい？キャロキャロ、バディってことかい？ああ、すまない、当然だと考えなんて失礼だったよ。このワイルドウッドはかなり鬱蒼としていて絶え間なく変化するから、私たちメッセンジャーでも一人では住めないんだ。俺が変化させてるからな、絶え間なく。連れがいない状態でこんなトンクに来たなんて君はすごいな。私たちは動物と一緒に育つのだが、彼らがマザーへの道を見つける手助けをしてくれる。食べ物を探すのに手を貸してくれたり、危険から守ってくれたり、ラジマンだり、夜には寒くないようにもしてくれる。マザーといえば、マザーのなんかショップが、大阪と渋谷のパルコに入るらしいね。大阪のどこだっけ？あっちは。
本当に素晴らしい友人だ。ダチコ、君とはワイルドウッドのもっと深くでまた会うかもしれないな。道がなさそうな時でも森の導きを信じるんだ。フォースの輝きを信じるんだ的な話せない。彼は開拓者ではないかもしれないが、強さは並外れているんだ。私たちを止めるものは何もないよ。霧が蒸留した水、気分がとてもすっきりするよ。飲もう飲もう、グビグビなんか水をちょうだいっていう人がいたらこっから持ってくればいいかな。しかし繋がらないね。この森は一旦捨ておくか。繋げてみて、どういう組み合わせだろう。また布切れの目印あるかな。倒れた木だ、それが目印かな。また迷っちゃいそう。左側の方はこっちにも倒れた木、倒れた木ルートをこれを繋げてあげる。倒れた木、あ、倒れた木の方向か。これでまたこのまま下に行けばピロンピロンなる？なったー。あー、ほもーほもーほもいなくなっちゃった。で、これまた下を刺してるけど、そしたらこういうつなげ方でこっちに行けば、あー、合ってた、よかった。道が必ず合ってるってわけじゃないんだね。この木のやつでつなげちゃっていいのかな。で、左側に倒れてるのでこっちに進みのピロリンコ、やったね。チズリンコ、ハメルンコ、そして森マップがまた一つ出てきた。まだつなげられないだろうから、あれはなんだろう、石かな。お、チーズ、そしてメッセンジャーたちが